ウェルカムトゥー京都、ウェルカムトゥー夢屋八幡 TV。 本日も歴史について語ってまいります。本日はですね、先日ちょっと述べました神武統制阿波説ですね。で、それに引き続きまして、神武天皇の即位は阿波であったという説をご紹介したいと思います。神武天皇はですね、カムヤマと言われびこのスメラミコトと、それとともにサンノミコトという名前をお持ちです。それでですね、勝浦神社ですね、この徳島市ですか、勝浦町にありますところのに最澄というところがありまして、佐野神社というのがありましてですね、そちらが神武天皇を祀る神社であるということです。で、先日の見ました神武統制というのはですね、その佐野神社から出発しましてですね、鳴門ですね、鳴門のあたりに陣取っておりましたですね、渦彦ですね、この方も役職名のようです。で、今は牛彦神社として、祀られておりますけれどもね、大麻彦神社の近くです。それからあそこ、吉野川の北岸でですね、富野長恒彦と対峙してですね、長男ですね、兄の伊豆瀬の御事が戦死されるということで引き返したということでですね、で、佐野神社のですね、先ほど申しました佐野神社の少しこっち西側にですね、そこに伊豆瀬神社というのがありましてですね、もし、伊豆瀬の御事を祀るというか、最上の宮ですかね、それが五王神社と籠山というところが想定されているそうです。で、先日まで述べましたようにですね、再出陣してですね、こっち東行ったらダメだったんでということで、木の部山ですね、天と岩戸分け八倉姫神社ですね、卑弥呼を祀る神社の横に陣取っております久米族ですね、久米の将戦いの一族です、大友一族ですね、とともに天孫堀の時に、天皇の二匹の御事の護衛をしたということですね。雨の御師の流れが大友ですんでね、ということで、久米族を味方につけて再度こちらですね、北はここにあります熊野の方で、に攻め込んでですね、新井林の御事が最終的に、神武天皇の方が好意を明け渡すということで同意したと。それで引き戻してですね、こちらですね、先ほどの神武天皇のですね、佐野神社ですね、佐野神社あたりのちょっと北側で、勝浦神社より南西にあたるところが、うねび柏原の宮として想定されるそうです。で、うねび山というのは奈良のうねび山はこちらからつけたんでですね、中津峰のですね、こう船がつながるというところが想定されるようです。で、雨の籠山もですね、こちらの小松島のところが想定されるんでね、万葉集なんかの歌ですね、で、それはわかると。海が出てこないですからね、なのそれで、このうねみ山も
泡のことであるということで、その辺がこの泡の方がですね、うねみ柏の宮であるということです。で、話を少し変えますとですね、ここが紀伊水道ですね。紀州と伊の国です。伊予の二名国ですからね、伊の国、それで紀伊水道、それで対岸にですね、私も堺で生まれましたんでよく知っておりますが、関空のあるとこ、泉佐野ですね、佐野神社、佐野にちなんで泉佐野としておりますが、もともとはこちらが佐野であるということですね。で、鳴門のところの大津ですね、琵琶湖の大津じゃなしに、鳴門の大津ですね、天智天皇の宮の大津に対して泉大津を作った例ですね。その間に高篠浜とかありますけどね、これ高篠布川姫とかいうのはここから来てますんで、高篠浜とかそういうふうにつけていったんですね。石和田なんかも和田積みの和田ということでずっとつけていったんと思います。で、要するに 元が泡にあって嫌いに出ていったということです。それでですね、2代の天皇ですね、水勢ですか、安寧伊徳交渉ですかね、そこまではこの辺りのうねみ柏の宮の辺りに、宮が想定されるところがあるそうです。まあ、交渉点のですね、三松彦ですかね、この佐那河内というこの亀山川を降りてくる佐那河内のところに今も一社だけ三松彦神社が残っているということです。これも明治期にですね、機内持っていこうとしたんだけれども、氏子さんたちが反対したということらしいです。で、火事時を挙げた柏の神社というのもここもありましてですね、今の奈良にあります柏原神宮というのは明治22年にできた神社です。取ってつけたんですね。その年1年後にここをなんかダイナマイトとかで潰したようですね。それでその後ちっちゃい神社を氏子さんたちが、改修しているようです。で、話は変わりますが、ここの善隆寺もですね、浮島はじま軍も爆破してますわね。非常にこれを知られたくなかったという、泡起源というのを知られたくなかったということがあるようです。ですからですね、今の、柏の御陵というのが、神武天皇陵が奈良にありますが、天皇陛下もお参りに参りますけれども、元はですね、この葛浦神社の真南あたりが陵であったんじゃないかということです。これを持って行ったのがですね、天皇は知ってはると思います。というのはですね、葛浦神社から南へ行ったところに、出雲大社の大元ですね、矢穂子神社というのがありましてですね、平成4年に、今の金城陛下が皇太子時代にこちらへ訪れたその日も残っております。ですから元は泡であったということですね。まあこれを隠したかったということですね。機内へ出て行ったということで、元は泡であったということです。また神武統制の詳しいこの富野長常彦ですね、長富との戦いとかですね、そういうのをまた述べていきたいと思っております。本日はここまでにさせていただきます。またいろいろと考えて、動画をアップしていきたく思っております。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。